です。大きな拍手お願いします。どうぞ。はい、こんにちは。前桜2曲目の曲は、津軽祭りサンバという曲です。これは私のチームが舞姫というチームなんですけども、龍ヶ崎に出た時にちょっと知り合った方からいただいた曲です。そこに振り付けをしてたんですけども、なかなか自分のチームに下ろす機会がなく、前桜さんに踊ってもらうことにしました。津軽の方、ちょっと懐かしさを感じるような曲なんじゃないかなと思います。はい、では頑張って撮ってみたいと思います。
ありがとうございました。ありがとうございました。